ボグド・ハーン政権は、1911年から1924年まで、断続的に、モンゴルを支配した政権。国号を大モンゴル国と称し、中国名は大盲古国。活物ジェプツンダンバホトクト発生を皇帝として、いただいた、君主国。20世紀に入ると、欧米列強の植民地主義に圧倒され、新朝の衰退が顕著になっていた。そんな中、 かねてより真の統治に不満のあった外蒙古小王公は新朝からの分離独立を模索していた。1911年10月、侵害革命によって真の実行統治が急速に弱体化すると、外モンゴルのハルハ地方の小王公は、ロシア帝国の力を頼って、清からの独立を決意した。 同年12月、モンゴル最高の活物であるジェプツンナンバホトクト発生を、新朝皇帝に代わる君主として、ボグド・ハーンに衰退する儀式が挙行された。こうして誕生したボグド・ハーン政権は、1913年には、同じく新朝からの独立運動を展開していた、チベットとの間で、相互承認条約を締結した。ボグド・ハーン政権の統治機構は、 新朝のそれをほぼ承継し、速やかな政府構築を行った。また、内蒙古では小王校の多くが1912年には、ボグドハーンに起伏したため、南部教育安部大臣を設け、1913年1月には、モンゴル軍を派遣し、一時は、その大部分を制圧したが、政権の後ろ盾である、ロシア帝国が、 中華民国北京政府との関係悪化を懸念し、モンゴル軍の内蒙古からの撤退を要求したため、断る術のないボグド・ハーン政権は、国土統一を目前にして、撤収を余儀なくされた。1915年、キャフタ条約で、中国の総主権下での外蒙古は自治のみが、承認された。内蒙古でも独立を目指す動きが見られたが、 内蒙古の大半の地域が、漢民族居住地になっており、中国は内蒙古を手放そうとしなかった。また、漢民族が主体の内蒙古を併合することで政権の主導権を奪われることを恐れた、モンゴル人の思惑もあり、内外蒙古の合併は実現しなかった。1917年。 ロシア革命が勃発して、外モンゴルの後ろ盾だったロシア帝国は崩壊したため、首相のトグスオチリンナムナンスレンは中国からの防衛を要請するために赤軍と接触するも、失敗し19、1919年には中国軍が侵攻して、モンゴル人国家は一時的に崩壊し、外モンゴルは中華民国の統治下に入った。しかし、1920年、 赤軍との内戦を行っていたウンゲルン率いる、白軍がモンゴルへ侵入して、中国軍を駆逐、ボグド・ハーン政権を復興させた。その後、ウンゲルンの残虐な行動に人心が違反していく中、民族主義者、社会主義者は、モンゴル人民党を結成し、独立国家樹立のため、ロシア帝国の後継国家である、ロシアソビエト連邦社会主義共和国に援助を求めた。 これに応じた赤軍及び極東共和国軍はモンゴルに介入して白軍を駆逐し、1921年7月、ジェプツンダンバホトクト発生を君主としていただくモンゴル人民政府が樹立された。この革命にはナバーンネレンといったモンゴル王孔らも賛同した。新生モンゴルは立憲君主国として出発し、ソビエト連邦の強い影響下で、 国家運営が行われた。1921年、スフバートル政権を受け入れるしかし、1924年に、ジェプツンダンバホトクト8世が死去すると、モンゴル人民政府は、君主制を廃止し、政治体制を人民共和国へと変更してモンゴル、人民共和国が成立した。ソビエト連邦に次ぐ世界で2番目の社会主義国となったモンゴルは、 その後ソビエト連邦と補調を合わせ、その衛星国となった。ありがとうございます。